日間で新曲を作るという課題をクリアした三振奏者に、プロジェクトイグナイトが用意した場所はニューヨーク。目的は世界中のミュージシャンとセッションをして表現の幅を広げること。いろんな楽器とか音楽がある中でかっこ悪い三振は見せたくないですよね。世界の大きなステージで三振を演奏すること、マールボロゴールドと共に歩み出した三振奏者の夢、果たしてニューヨークではどのように受け止められるのか。沖縄を出て5日目、三振奏者義母和也はプロジェクトユナイトが新たに用意した場所ニューヨークに向かう。滞在期間は4日間、最終目標である大きなステージに立つ前に、さまざまなパフォーマーとのセッションやストリートでの演奏を通して世界の空気を体感する。真っ先に向かったのは公演。パフォーマーがそれぞれの目的で表現を競い合う。求められるのは誰にも真似できないオリジナリティ。目的は皆同じだ。What instrument, man? 沖縄版トラディショナルインストルメント、三振。セッションを申し込むが、初めて見る楽器に半信半疑。三振の音を聞いてもらい、半ば強引にセッションを開始する。しかしその音色は、日本から来たお客さんに無理やりサックスを合わせてもらった、そんな印象だ。公園の片隅から民族楽器の音が聞こえてきた。フルートとマリンバで奏でられているにもかかわらず、どこかアフリカ。不思議な音色に義母の足が止まる。演奏が終わり、早速話しかけられる。そして言葉を少し交わしただけでセッションが始まる。アフリカと沖縄の音色がニューヨークで混ざり合う。 You speak Japanese、I speak English、But we speak music、アフリカ系アメリカ人アティーバ、西アフリカにルーツを持つ。 Over there in Africa, more than a million years of history. What we're doing here, connected. 先祖の故郷アフリカを語るアティーバ、その熱い思いの源は言葉で説明がつくものではなく、知らず知らずに動き出す衝動に近いものだという。 My favorite instrument is me. 誰に言われるわけでもなく持ってる信念というか、とにかく生涯を通して楽しんでる感じ。大きすぎる夢ほど目の前の現実に押しつぶされそうな瞬間がある。やっぱミュージシャンというか音楽やってて、自分よりも楽しんでる人たちって悔しいですよ。負けましたね。それでも奮い立たせるものがある。沖縄からの代表って言ってますけど、かっこ悪い三振は見せたくないですよね。興味のない者たちを振り向かせるものは何なのか。滞在期間中にきっかけだけでもつかみたい。ニューヨーク初日、無事に到着し、アーティストとセッションした思いをドリームプロデューサーに報告する。路上で自分の思いが伝わらないもどかしさ。明日は英語も交えて演奏するつもりだ。三振奏者義母和也、絶対に世界の大きなステージに立つ。今夢の階段を上り始めたばかりだ。Party's from Japan.